こんにちは、ハッキーの様ヘルマット丸山でございます。お疲れ様です。ですね、今回チェンソーマン、見ました。思ったより衝撃的な、放送だったので、ちょっと話してみたいなと思います。今回はいろんな角度でちょっと話してみたいなと思っております。いや、面白かったですね。まあ、もともとなんかちょっと前に、なんだこの座組やっていうかね、まず委員会制度がないっていうところですね。あの、エンディング曲が、毎週変わるっていうね、あの、もう聞いたことないようなことをやってるなというところでね、まあ、ちょっと話題になってましたというところですね。はい。まあ、実際どんなもんなんだというところで、放送見てみたらですね、これアニメの常識ちょっと変えちゃうんじゃないのかなっていう気がしましたね、かなり。まあ、委員会制度っていうのはなんだっけ、あ、まあ、エヴァが始めたみたいなね、感じで言われてますけども、そっからずっと民放でやるにあたって、まあ、ほぼほぼ委員会制度が使われ出すという感じですよね。それがないっていうところでね、まあ、お金的にね、マッパさんが、得するような作りになってるとは思うんですけど、それともう一個ね、余計な大人が関わる確率がね、減るっていうところでね、より自由度がね、高い作品になるんじゃないかっていうところですよね。まあ、例えばいろんな会社がつきますと、まあ、出版社だったり、放送局とかね、音楽のレーベルとかいろいろ入ってくると、何十人何百人と、関わる大人が増えてきますというところですね。で、そうなるとですよ、チェーンソーマンをね、知らない大人たちっていうのも関わってくるようになると。で、そうなってくると、チェーンソーマンの良さは、完全に消されるんじゃないかっていうところですよ。結構、ロアク的なね、グロというか、まあ結構エグい描写があります。っていうところと、まあ、チェーンソーマン自体が、映画のね、影響をものすごく受けてると。まあ、チェーンソーマンっていうか、藤本拓樹先生がですね、映画の影響をね、ものすごく受けてる人でありますので、映画的なね、演出が、コミックの方でも、できますと。セリフをね、極力減らして絵で見せるっていうね、まあ漫画的でもあるし映画的でもあるというね、演出ですね。そこがね、多分ね、余計な説明セリフが入ったりとか、極端な話言うと視聴者をちょっと舐めたような作りになってしまうと、なんだろう、他のもんが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、この作品の良さをね、消してしまうっていうところがあると思うんですけど、そのね、関わる大人たちをね、減らしたことによって、マッパさんがやりたいこと、藤本たつき先生がやりたいことっていうのを、こう、よりね、やりやすい環境になってるんじゃないかというところですね。っていうのがあって、やっぱりね、出てましたね。なんか、その、ゾンビの切れた断面とか、あと、血しぶきの量ですね。はい。あんなもんはね、ダメですよ。普通だったら。普通だったら、あの、民放で流せないんですけど、まあ、委員会制度を取ってないことによって、ああいうね、思い切った、演出ができるようになってますというのが、しっかり出てました。はい。っていうところですね。それとね、リアルタイムで見たんですけども、やっぱりすごかったのはね、CM がね、全然ないっていうところですね。委員会制度がないと、ここまで、作品というか、あの、番組の枠ですね。ここをコントロールできるんだっていうのが、見てて思いましたね。はい。リアタイでアニメを見るのが、もうかなり久々だったんで、あの、もともとそうだよって言われたら、あ、そうなんですかって感じで、申し訳ないって感じなんですけども、CM のクオリティもすごかったというか、ソニーミュージックの CM が1個入るぐらいでしたよね。1回の CM で。そこも劇中の曲、劇中の絵を使ってるんで、あの、途切れないっていうね、気持ちが切れないんですよね、CM に入っても。これはね、なかなか難しいというか、これをやらせてくれるっていうのは本当に稀だと思いますね。はい。それほどの力の入れようなんだなというのがね、すごく伝わってくる番組の構成になってましたね。 CM までこう計算されて作られてるんで、電波がジャックされてる感覚になるというか、ある種っていうか、あのチェーンソーマンってかなり秘宝寄りだと思うんですよ。あの、この映画秘宝、映画秘宝に寄った作品の影響があると思うんですけど、あの、映画秘宝読者によってこの30分バーンってジャックされたみたいな、感覚になりましたね、僕は。はい。いやー、これはね、もう釘付けでした。はい。っていうところですね。はい。で、オープニングです。もうオープニングも皆さん、もうツイッターとかでもすごい話題になってましたけど、オマージュをまんまやるっていうか、オープニングに選んでる映画ですね。あれがまたね、すごい
絶妙なところを選んでますね。王道っていうか、なんか有名作もあるんですけど、カルト的な作品もね、何本か入ってたりとか、選んでる映画のチョイスもすごい映画秘宝っぽいんですよ。言っちゃえば B 級みたいな。じゃあ、まあ、ジャンルとしての B 級ってところですね。の、作品選びっていうのが、すごく、絶妙なところを選んでましたね。びっくりボスキーとか選ぶって感じでしたよね。まあ、悪魔の生贄とか、あと、パルプフィクションとかね。あの辺は、まあまあ、はいはいはいっていう感じ。そうだよね。好きだよねっていう感じがありながらも、コンスタンティンがね、その中でもあったりとかね。で、僕が一番好きだったのは、ノーカントリーのやつですね。暴力の悪魔のワンカットなんですけど、ノーカントリーっていう映画はね、アントンっていう殺し屋が、無慈悲に人を殺しまくる映画なんですけど、ざっくり言うと。そのアントンがね、もう、完全に死の化身っていうか、暴力の化身の、もうメタファーなんですね。キャラクター造形的に。暴力の悪魔がアントンと同じような感じで靴を脱いでるってところで、あ、ものすごいこの神話性高いオマージュだなと思って、もうグッときましたね、あそこは。で、なんていうかね、オマージュっていうよりはね、サンプリングなんじゃねえかなっていうところなんですよね。気持ち的には。原作もそうなんですけど、タランティーノの影響ね、すごい受けてると思うんですよ。いろんな好きなもの、自分の好きなものを、いろんなとこから引っ張ってきて、そこ使うんだみたいなところとかも引っ張ってきて、それをぐちゃ混ぜにしてガンってそのまま、入れるみたいな、のが、タランティーノのね、特徴だと思うんですけど、で、それのね、イズムですね。それを、継承してるなというところなんですけども、そのタランティーノイズムをね、オープニングでやってるんじゃないかっていうところなんですよね。はい。それが、サンプリングというか、そういうオマージュってよりはサンプリングなんじゃねえかなっていうのを思ったっていうところですね。で、オープニング曲ですね。米津玄師、やっぱね、うまいですね。なんだろう。米津さんの、この作品の理解度がね、なんか毎回高いですよね。なんか、シン・ウルトラマンのね、エンディングもそうだし、ヒロアカのオープニングもやってましたよね。なんかその、理解して、自分の中で咀嚼して、アウトプットするっていう、そこまでがすごくうまいですね。歌詞の話あんましない方がいいか、ちょっとネタバレになっちゃうと思うんで、ちょっとあんま避けますけど、ね、とにかくこう、まとめるのがすごくうまい人だなと思いますね、本当に。良かったと思います、オープニングも。で、本編なんですけども、呪術廻戦も、マッパさんやってましたよね。っていうところで、呪術廻戦でもうちょっとね、アニメ感とか漫画感がね、あった気がするんですよ。その、なんでしょう、決めですね。ドーンっていう決まりのある絵が、かなりこの、グラフィカルというか、漫画的フィクションの立ち方っていうか、そういうのがあったと思うんですけど、今回はね、チェーンソーマンはね、本当に映画をね、かなり意識した、構図が多い気がしてます。まあ、スクリーン映えするような構図っていうところですかね。広角とか、引き絵ですね。広い絵にポツンと人物がこう歩いてったりしてる。車がこうガーッと行ったりする絵ですね。まあ、そういうのがね、いろんなところで随所でありましたねっていうところですね。はい、というところですね。構図に関してはそういうのがあるかなと思いました。はい。で、アクションシーンですね。アクションシーンですけど、さすがの、マッパさん。マッパさんのアクションシーンすごく好きなんですが、呪術廻戦もね、アクションシーンすげえなって思いながら見てたんですけど、今回はね、まだ1話っていうのもあってね、かなり重そうに動きますね、最初は。体の使い方がまだ慣れてない感じで、最初は、重そうに動かしますね、こう。うわっとこう、アッパーでチェーンソーをこうぶっ刺すみたいなね。あそこら辺はね、かなりね、重そうに動いてますが、途中ぐらいからね、本体、ゾンビの悪魔本体に行くとこぐらいからものすごいスピード感でね、動いてきますというところですね。で、ゾンビの悪魔倒した後の残党たち倒すのもかなり軽やかに動くという感じで、一個のアクションシーンでも、こう、デンジの成長がね、若干見えるような、動かし方をしてたかなと思いましたね。あと、雰囲気で言うと、なんか、思ったよりダークなね、雰囲気というか、シリアスというかね、
そういう感じがありましたね。なんかチェーンソーマンって結構なんだろう、勢い、あの B 級映画的なノリ、それが結構面白いところでもあったんですけど、意外とね、そういう感じは出してなかったなという印象でございましたね。かなりその、まあ、どちらかというとそのフィンチャーとかね、あっちのこの重厚な感じのね、話の運びっていう感じがありましたね。僕が思うにチェーンソーマン2巻ぐらいからね、すごいスピード感があるんで、そっからね、また話の運び方がね、変わってくるんじゃないかなとちょっと今思ってる感じではあるんですけども、そこはね、そうどうなっていくかっていうのをね、どう変化していくかっていうね、ところもちょっと楽しみにしながら見ていきたいなと思ってます。で、今回ね、音楽なんですけど、音楽、劇中の音楽のね、人選がね、すごくいいですね。牛尾さんがやってるんですけども、で、牛尾さんがまたね、本当に、日本のテクノ界をね、支えてる人間だなと思ってるんですけども、まず電気のね、サポートメンバーでありますと。僕の世代的に言うとラマです。スーパーカーの中子、古川美希と、ギターがナンバカの田淵久子で、バンドがあったんですけど、そのバンドのビートというかね、ベースのものを、作るのが牛尾さんで担当で入ってましたと。テクノというか、まあブレイクビーツというか、そういう感じでね、かなりかっこいい音出してたんですよって思ってたところで今回ですね。で、まあその前にね、デビルマンですね、デビルマンクライベイビー、岩佐さんのデビルマンですを音楽やってました。これもね、ものすごいドープな、テクノでしたね。すごいかっこよかったです、劇中の音楽。本当にトリップしそうなテクノでしたね。すごいかっこよかった。あとピンポンもやってましたね。ピンポンなこれもまた湯浅さんですね。はい。で今回なんですけども、まだ1話なんで、どうなるかっていうところなんですけども、予想通りテクノというか打ち込み系の曲になってますというところですね。アンビエントっぽい曲も、ちょろちょろと出てきますね。まあこの音楽の影響でかなりシリアスなね、雰囲気になってるっていうところはあると思いますね。そのアンビエントっぽいやつもかなりね、インダストリアルっていうか、ぶっちゃけナインチネイルズの影響っていうか、それがやっぱ伺えるかなっていうところ。トレント・レズナーですね。トレント・レズナーの、ソロ音源にちょっと近いかなっていう気がしました。ドラマのウォッチメンとかね、ゴーンガールとか、フィンチャー周りの作品とかもやってたり、またねトレント・レズナーのやってるバンドナインチネイルズっていうのが、鉄道の音楽から影響を受けてるっていうところで、またこのね映画というかチェーンソーマンが持つこの作品のね得意性にもこうまた繋がってくるなって思いましたね。でアクションシーンで使われてますエッジオブチェーンソーだっけな、あそこがね、またこの序盤がかなりねナインチネイルズっぽいんですよ。かなりインダストリアルで、金属っぽい音を使われてると。でサビになってくるとギターも超うるさいなっていう感じで、ブレイクビーツというかね、ドラムベースというか、どちらかというと、FX ツインみたいな結構硬派なビートになってきますというところですね。で、ギターがすごいんですけど、この曲。はい。誰かなと思ったらね、またね、ナンバーガールの田淵久子でした。すごいですね、本当に。ナンバーガールほどキンキンはしてないんですけど、ちゃんとね、合ったようなね、音を出します。はい。いやー、素晴らしいです。あー、久子弾いてんだと思って、むちゃくちゃテンション上がっちゃいました。まあ、完全に余談なんですけど、ナンバーガールですね。昔ね、稲沢チェーンソーって曲がありました。っていうところですね。ここまで考えて人選されてたらちょっと怖いんで、そんな多分関係ないと思うんですけど。はい。あと、アニメ化でね、一番テンション上がったところはね、やっぱチェーンソーの音なんじゃないかなって思うんですよね。まあ、漫画読んでてね、こう、なんだろう、人の動きとかを、想像しながらね、読むってこと多いと思うんですけど、まあ僕がそうなんですけど、それでもね、なんか、セリフとか声とか音ですね、そこまでは想像できないことが多いんですけど、でそれで言うとね、チェーンソーのウィーンって音が鳴って動き出した瞬間は本当にびっくりしました。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うわここまでテンション上がるんだなチェーンソーの音ってっていういい演出だったなと思います。はい。この1話の完成度を見てどんどんスピード感が増してどんどん面白くなってくるじゃないですか、チェーンソーマンっていうところでね、もう期待しかないですね。はい。すごく楽しみですね。やっぱ普段映画を見てる人間なんで、この毎週毎週楽しみにしてる作品があるっていうのはね、
すごく面白いというか嬉しいことですね。幸せなことですね。いやー、最後までありがとうございますっていう感じで今日は終わろうかなと思います。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントもお願いいたします。それではまたお願いします。